にちは、かくすけです。今回からはポポ&ヨーというゲームをプレイしていきます。こちらはですね、まず日本語化されてないんですけども、結構ね、英語言葉なしでも楽しめるようなゲームらしいのでやっていきます。で、父親の DV を受けて育った方が開発されたそうで、そういう話も出てくるみたいです。じゃあスタートニューゲーム、若干ね、ちょっとだけ最初のムービーだけ音量設定で触りました。いつのゲームだったか、結構前のゲームです。これね、私の家族に対して、父という怪物から生き延びた家族たちへみたいな感じ。これが怪物、やはり父親を表してるのかな。で、突然この謎のマークが表示され、逃げるようにそこに入り込むところから始まります。ここはどこなんだろうっていうね。で、この線は何なんだろうね。で、ここからは初見になります。操作はジャンプぐらいかな、できるのは。で、女の子いなかった？さっき。あ、いるいるいる。曲がいいね。お、右が、左側行かないか。わー、すごい高いところだよ。危ない。ダメージ食らうのかな。お、あ、いけなかった。思ったよりジャンプできなかった。いやー。あ、落ちる時のダメージはないみたいですね。お、絵描いてる子がいる。あの子が描いた絵から出てきたのかな。あ、すごいね。扉に、逃げてった。で、これは何？プレス。あー、これボタンね。Use left stick to pull。 はい、引っ張る。あー、すごい。どんどん倒しちゃったけど、いい？はーい。あ、こっちの扉には入れないんだね、あの女の子が行ったとこ。こっちは？何もできない。じゃあこっち側か、とりあえず。なんだろうね、この絵は。あの女の子は知らない子なのかな。このドアノブ光ってない？あ、違うか。あ、全部光ってる。誰か入れるのかな。入れないな。はしご。あ、登れる。オッケー。で、わ、いいね、このダウンタウンっていう感じ。わ、すっごい高いところまで家が建ってる。あ、おい、キコ、あそこにおいでって言ってる。なんか逃げるようにして入ってったように見えたけど、そんな逃げられてはないのかな。逆に呼ばれてるよね。あ、そこにハテナボックスがあったね。ここに、はい、持ち上げ。I'm a hint box and I'm here to help. はい、次。 There also tutorial boxes that will teach you important things to succeed. tutorial box だね、これはね。で、大事なことを教えてくれるよ。Remember, look for a hint or a tutorial box if you ever find yourself stuck. はい。まあ、かぶったままでいけるという話ね。あ、そんな、外しちゃった？もう一回かぶろう。せっかくなら。
はい、このまま行っちゃおう。このまま行ってっていう感じだったよね。これ使う。あ、使えないか。かぶったままじゃダメか。おー、そうそうそう、こういうの見た気がする。おー、そっちが OK、 そっち側ね。何年前だったかな、6年ぐらい前のゲームだったっけな。よしよしよし、こっち側。あ、普通に歩いていけるね。ジャンプで行かないといけなかった。だ、ちょっと大変そうだったけど。で、女の子が、あ、ここは行けなかったんだね。こっちから来ればよかったのにって思ったら、うん、オッケー。いや、操作も軽快ですね、今のところ。で、お、そこに何かある。こっちは、ボールは？あ、ボール蹴れる。あ、持てるんだ。ボールなんか使うかな。落としちゃった。はい、これを上に、あ、引っ張るか。あ、すごい。この世界どうなってるんだろう。はい。ん？そこは？特になんもない？オッケー。で、あ、ここはさっき行ったところ。こっち？よいしょ。なんか収集要素とかはあるのかな？今のところなんか、寄り道の場所とかはなさそうだけど。カエルがいっぱいいる。うん、こっち側と下側両方。あ、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、でもこっち側なんかいけるよ。あ、なんかいろいろ気になるな。いける場所がいっぱいある。ちょっと暗くて怪しいところだけど。下のぬいぐるみも気になるね、人形。調べられる？わあ。あ、調べられないか。でもなんか、捕虜みたいにされてる感じになってるけど、縛り付けられて。先があるね。ああ、他のところ調べたかったけどな。あ、女の子いる。シーファイナリー。ファンミー、うん。あ、上に登ってきたんだ。うん、さっきのところだよね、カエルが下にいっぱいいて。で、これは？白いロープみたいなのが出てきた。これは引っ張るしかないでしょう。カエルたち触れない？おっきい。いい色してる。ああ、すっごい逃げる。あ、捕まえたよ。あ、かわいい。抱きしめてるみたいになってる。で、カエルをそこにつけてみたらどうなる？あ、さよならだね。あ、カエルではなく、ポン。ぬめぬめだろうね。これを引っ張る？お、あ、出てきた。どんどん引っ張れ引っ張れ。あ、おー、螺旋階段状。わー、楽しい。ほうほうほう。え、裏側はなんかなってない？あー、こうなってるだけね。楽しいね。すごいな、そんな前のゲームと思えないね。ちょっとグラフィックの荒さはあるものの、動きもヌルヌルで。あ、また女の子が扉で逃げていっちゃう。私もそれ入らせてほしいな。じゃあこっち側に行きましょうか。紫のお話は、おかほなのは別にとして、青い鳥ちゃんかわいいね。人間みたいな顔してるけど、あれ乗れた。え、なにこれ、透明の何かがあるっぽい。ここに、あ、透明の何かがあるっぽい。セービングチェックポイント。
こちらだ。あんなもなしか。おお、いかにもパズルって感じだね。あ、すごい、忍者みたいにどっか行った。なんだろう、誘い込まれてる感じがするよね。ヒントボックス。ああ、星を作れるんだ。ボックスを何かにつないで、家につないで、このボックスじゃないのか、このボックスか。じゃあこの子はちょっとどかして、これをいい感じに持ち上げて、うわすごい、すごい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 、え、全部普通に並べていくだけでいい？わあすごい、高さがいろいろあるな、きっと。うん、じゃあこれは、これちょっと低めなんじゃない？えい、よしよしよし、これ登れる？あ、登れない、あ、しまった。ブル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 、あ、すごい水が滴ってる。ごめんね、寒いでしょ。これは低さが高すぎた。うん、あ、箱自体の高さも違う？これちょっと低い気がするけど。お、なんか向きがあるな。向きによって、お、あ、ダメ、見えないな。こっち側は低かったりしない？しないか。なんか家の絵もあるから、低そうな場所を探してみよう。あ、なんもない。高さ全部一緒だな。じゃあ箱に乗ってジャンプか。なるほど、じゃあ適当でいいかも、順番は。はい、よいしょ、なんかぬいぐるみがね、お人形がまた途中であったんだけど、それがなんか実績とかになるんじゃないかなって気になりますね。よし、これでここに乗ってジャンプ。よし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 、あっちにね、ぬいぐるみがね捕まってるんだよね。ちょっと行ってみようかな。先の感じだと何もなさそうだったけど、ここからだな。ここからジャンプできるかな。お、よし、ギリギリ。あ、ダメだ。これはいけない。そっか、じゃあ先進んじゃうか。よし、追いつくぞ。それ、あー、いいね、川釣りしたいな、こういうところで。結構汚そうだけどね、こんな住宅街の中にある川だから。気になるな、あの人形助けられないのかね。次見かけた時はいろいろやってみよう。ほう、はあ、歯車ではなく、なんだっけこれ、よいしょ、ネジネジするやつね。よいしょ、動き出すのかな、これ。クリクリ、お、エレベーターだ。
門があるのと、わあいろいろある、ネジ巻きいっぱい。こっちはなんか、あ、なんもないか。なんか言ってるけど、こっち来てみろみたいなこと言ってる。回したら、あ、予想外。あそこに行くの。あなたは？かわいいな。で、こっちから、あれ？ここもなんかあるぞ。あ、門が開いた。あ、君それは開けられなかったんだね。え、大丈夫？なんか音楽カチカチ言ってるけど、ただの音楽？それとも急がないといけない？こう、ここに来て、お、これは押し込んだら、おお、この曲ちょっとスネークパスを思い出すな。お、ヒントボックスがあるぞ。はい、ふん、このハテナ、そこになんか箱みたいなの置くんだね。 Could walking houses help you reach difficult spots? うん、 Where are those gears? うん、もうやったね、それは。よしよし。で、これが門のところに導いてくれるかな。かわいいね。あ、ちょっと斜めって、よいしょ、オッケー。あれ、あ、やっぱカチカチ言ってたのはそういうことか。時間制限があった。そっか、そっからだったよね。あそこ走っていかないといけない。ん？急いでいけるかな。急げ急げ、走れ走れ走れ、急げ急げ。しちゃったらダメでしょ。いやだけど、いやいやいや違う、さっきのボックスのヒントを思い出せ。これをまず持ってきて、全部元の場所に戻してあげたらいいんだ。で、この子もさっきの最後のあの子をここに連れてくるためのこの移動だったから、この子とかも戻しちゃって OK で、うん、行きます。それだからあんな斜めだったんだね。よーし、 OK。危ないなぁ。で、お、ヒントボックス発見。 Have you seen a switch like this? うん、それ引っ張ったらはしごに繋がってるんだ。うん、雲雲、はしごのぴょんぴょんぴょんのあっち、右の下にあるあれは何、あ、レバーみたいなやつか。うん、分かった。ヒントボックスをね、持ち歩けるっていうのがいいね。じゃあこれ引っ張ってみます。あ、
家が回るんだ。はしごかと思ったんだけど、家を回してギアがあった。なるほどね。階段っぽいよ。よし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 。で、回した状態でまたこれを戻すみたいな感じがするね。楽しい。がっつりパズルだね。よし。いいよ。登りましょう。で、これは普通の箱か。うわあ、普通の箱ではない。え、どこに置こう。あ、ここに道を作るか、とりあえず。うん。あそこに。そっかそっか。間ぐらいに。ここぐらい？わあ、行き過ぎた。あ、でも、いっか。もうちょっとこんくらいで置いて、これを引っ張って、で、はしごが来た。うん。あ、もうこれ以上引けない。で、この、こう、ここに、置いて、あ、よしよしよし、はしご使えるね。よしよしよし。で、こっち側から、あ、なんか寂しそうにしてるね。どうしたの？え、ちょっと。うわ、なんか時が止まってるね、これ。止まってるというか、ゆっくり過ぎてる。え、他のところも気になるけど、多分これを伝っていけっていうことだよね。え、やだなぁ。え、やだよ。そんな車の目の前に行ったら危ないんじゃない？あ、これ自分だ。外見てる。ここに引っ越してきた時の記憶とかかな。で、このお父さんが怖いお父さん。うわ、眩しい。え、なんだ、何が起こったの。あんたは、あー、なに、カーセンって何。お、うん、はい、戻らないとねって言ってるね。うわ、かわいい。自分の、ね、人形が助けてくれたね。ちょっと結局結構高いところから落とされたっぽいけど。あ、で、服装が変わったね。あ、モンスター。そう、ポポ&ヨーっていうこのゲームは、怪物と一緒に冒険をするゲームらしいんですよね。あれ、あの人形ちゃんのボックスがあるよ。あ、君、助けられない？解放させられないかな？ DV を受けてる。自分を表したりとかしてる気がする気がするんだけど、解放はできないか。でしたら、ひょっとしたら怪物さんがいる時にしないといけないのかな。わっ、すごいいい絵だ。あ、いらっしゃい。うん、 Thank you help。 あ、ごめん、さっき読めなかった最初のやつ。ジャンプでジェットパックついてるの、君。わあ、ヒントボックス、これ
This is Lula. Lula, you are awesome robot. Hold on the button to hover in the air. The air. ホバーができるんだね。行きます。ここでしろって言った？それ。うわーい。お、結構飛べるね。ルーラパワー実績のロックを解除しました。イエーイ。ちょっとジャンプより高めに飛べるしね。よいしょ。楽しい。お、かっこいいじゃん。チャッピーみたい。おお、開けてあげるよって、あれ。あ、これを使ったら、セントルーラーウィズ。あそこまでルーラーを連れていかないといけない？それとも、飛んでってくれる？一人で。連れていかないといけない気がする。あ、いけた。ボタンが違った。ルラボタンは B だな。やった、ありがとう。ルラすごい。怪物さんとこの男の子だと思ってたけど、ルラもすごいじゃん。お、なにこれこれ。ほい。This is a ルラスイッチ。Move the camera toAim directly at the switch. Press the button. B ボタン。多分 B っていう文字が表示されてないんだね。To send ruler to active the switch. OK. 一番肝心なボタンのところが表示されてない。いってらっしゃい。感覚でやるしかないね。OK。あー、これは乗ったまんま。いや、これは何？おー、高さ。そうそう、高さ足りないと思ってたんだ。で、またそこに送ってあげて、交換。よし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 。で、あとホバーで。いける。楽しい。あー、ここに戻ってくるんだ。そっかそっか、あの女の子のところに戻ってこないといけないんだったね。これは？あ、間違った、ルーラーじゃない。ごめん、ボタン違った。ん？え、なになに？あ、怖いの？のしのしと大きい生き物かのように建物が歩いていって、あっち側に行けるのかな。デルラスイッチがあるね。よし、ありがとう。で、箱はいいとして、ルラを送り、わっ、大丈夫？そんな水、水道、うわー、なんか入ったみたいになったけど、水道管に。あ、登れない。よし。で、ここに入れと、閉めちゃダメだよね。うわー、汚いよ。下水の管でしょこれ絶対。あれ、どうしよう。この状態でルラを使うことにはことはできない。あ、ここからいける。よしよしよし、オッケーオッケー。戻ってくるまで待とう。くさそう。あ、ちょっと、あ、いや、ここで降りたいのか。なんか捕まってる子がいる。ルラできないか。え、水が出てきそう。わー、
大丈夫？ああ、その中がなぜその鉄格子がなくなったかは分かんないけど、水がなくなって鉄格子がなくなりました。だからどこかな、ここ、あ、ここだ。うえー、汚い、うえ、汚い。あ、あの青い鳥ちゃんの別バージョンが来たな。持ち上がったからといって、え、あ、ちょ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 、言ってもらって下にある状態だったら入れるかな。よしよし、入れる。で、え、この子大変なことにならない、このまま回したら。うわー、あ、向きは変わんないんだ、ここは優しい。あれ、こんな鉄格子あったっけ。え、こっちしかないね。降りて、なんだこっちは。お、チェックポイント。え、え、大丈夫。え、え、モンスターだ。このモンスターね、一緒に冒険するとはいえ一筋縄ではいかないらしいです。この少年にとってのお父さんの存在がモンスターとして登場してるってことなのかな。父親というモン怪物がみたいな文字が最初に出たから、怪物くん。でも行くしかないよね。基本的には多分優しくしてくれるはず。こんなところに入れた？怪物。あ、使えないのか。あれ？ここではないんだね。じゃあ、あ、ごめんごめん。はい。ん？一回降りるのかな？下に。うん、こっちから降りられるから降りてみて。あ、そこに扉があるね。箱を、この箱も使うのかな。はい、ヒントボックス。うん、何か足りない？うん、何か下に物を置いて高いものは取りましょう。ナムナムナム。なになに、食べられちゃうの？飲むのって。ふん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 、あれが持ち上がるのかな、そこのスイッチを押したら。うん、オッケー。これを足場にして、ここの上に乗せられる？ここ登れない？あ、いけるいける。よし、で、うんうんうん、この子も下に持っていって、四角が3箇所あるからそこに全部置いていけばいいんだよね、多分。わ、水面が残ったまんま切り取られて上に持ち上がった。面白いなぁ。やめて、あ、そんな持ってかないでよ。あ、いやー、ちょっといけ、ルラ。あ、ダメか。やめて。え、取り返せるの？え、
メダメちょっとやめてよ。なになにあなた、ノムノムノムを使うの。よし、で取ってノムノム。ちょっと一回降りるか。うわ、こっちなんか行ける？行ける。あ、あ、ダメなんだね。ごめんごめん。じゃあとりあえず一番手前側のを引っ張ってみて。ここには登れる？よし、のむのむしてもらっちゃうぞ。それ、よしよし、ちょうどそこにいた。やったね。さよなら。まったく、よくやってくれたな。なるほどね、飲む飲むってそういうことだったのね。面白い。あの女の子は何なんだろうね。よーし、あ、高くなっちゃった。よしよしよし。はいはい、よし。今回は怪物さんに会うところくらいまでかな。あ、でももう会いそうな気がする。だって下に降りるような扉があったもんね。すっごい下に降りていくけど。みたいなのが聞こえる気がする。うん、いびきが聞こえる。先にこれを見よう。この人は You can climb bon monsters very while he's sleeping。 うん、彼が寝てる間は登ることができるよ。Move the camera to look at where you want to jump。 うん、あ、お腹ポヨンっていけるの、ひょっとして Press to jump high。 なるほどね、そんな協力関係っていうよりは勝手に利用していく感じなんだ。あ、ごめんね、ごめんね。で、あっちか。ジャンプ。わーい、カエルみたいな感じで飛んだね。何この、何この怠け者みたいな絵は。これはグラブオアドロップココナッツウィズ水。ボタンが消えてたな、多分。 You can throw them as well。 うん、すごい投げられる。うん、この人はココナッツ食べたいのかな。お腹光ってるけど。分かった、ココナッツ追いかけてくるのかな、ひょっとして。ココナッツ取ったよ。あー、これで投げる。 OK。 うん、こことここにもココナッツあったよね。持ってここに置けばいいのかな。あ、モンスターくんが来るよっていう感じ。そのマーク。
箱にモンスターを連れてこないと重さが足りないんだ多分。じゃあココナッツがいっぱいあるところにモンスターくん来るのかな。ホットステ、お腹空いてら、お腹空いたら、ほらおいで。ん？ダメ。じゃあ、あ、ロープがあるよ。ちょっと一回ここに置いて、わざわざ投げるって書いてあるもんな。投げるを使うのかな。引っ張れ引っ張れ。あ、扉が開いたよ。やっほー、おはよう。こんにちは。寝ちゃってるよ。ココナッツに心惹かれたる、惹かれちゃうかな。はい、ココナッツだよ。これ向かっていく。うん、そんなにこっちを襲ってくるわけじゃないんだ。雨が降ってるね。あ、ココナッツ取っていくね、どんどん。で、どうやらカエルに近づくとこの人はすごい暴れ出すらしいんですよね。あ、ココナッツくれって言ってるね。うん、あげる。はい、じゃあこのギアを使いましょうか。あ、違う、おお、あ、ココナッツがさらにあるよ。あ、ルーラーのやつだ。いってらっしゃい。よし、ココナッツ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 に顔がついてるのがかわいい。これもあるよ。全部あげればいいのかな。かわいいな。寝床を見つけた感じだね。よしよし、じゃあ登らせていただき、そっちに飛ぼうかな。違う、うん、セービングチェックポイント。うわー、どうしよっかな。あと1個分のチェックポイントまで行きたい。ココナッツが落ちてきそう。ん、あ、登れるんだ。ボロ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 、ドラララララララ、全部落とせ。あ、もう落ちない。わかった。あ、これ押せるよ。あー、怪物くんがこっち向きに、ちょうどいいところに寝てくれたよ。よし、またココナッツがいっぱいあるぞ、怪物くん。怪物くんを連れてこいと。うん、だね。じゃあ、最終目的をここにして、ちょっと間を、
ココナッツの道を作っていこう。ほら、怪物くん、ココナッツ。説明ちょっと近づきすぎるのは怖いな。ちょっとペロッてして毒味するんだね。よし、それの後はあっちに行ってください。よし、乗った。イエーイ、いいね、楽しい。あ、女の子またいるぞ。あー、ここにモンスターを連れてこいって言ったね。じゃあこれ引っ張ってみて、あー、ここに一回モンスター連れてこないとダメだね。これはおいで。ダメ。そっか。で、ここに、最終的にここに連れてくるでしょ。で、そこにもあるんだよね、ココナッツ。違う。あ、ここ。あ、はしごがあったの？そう。よし、起きて。オッケーオッケー。で、寝ちゃう前に持ち上げないとダメ。そうそうそう、ポチ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 、降りないでね。ちょっと待ってね。あー、残念、ごめんでした。ごめんなさい。あ、違う。よし、ここだよ。はい。あれ、そんなことするの？そんなひどいことしなくてもいいよ。ココナッツ食べていいよ。ごめんね、戸惑ってたよ。ここにまたココナッツがあるな。うわ、ネジ巻きもあるな。一度ネジ巻きを回して、カエルだ、やばい、カエルだ、やばいぞ。カエルで暴走するところまで見たい。それが厄介だそうです。ちぃくて、なになに、あー、解放してあげるんだ。はい、ハサミがあるな。おう、いえ、ルラは普通にホバーでお願い。で、直近するみたいだね。直近、ハテナボックスがある。で、あっち。あ、ここが通れるようになった。で、またそれをすると降りてきて、あー、ここ通れるようになったね。うん。で、そこを直近をしたいから、ここに乗った状態で
しよし。チョキ。いやごめんね、そんなことしちゃってね。はあ、よかったね。うん、ココナッツよしよし、帰ろう。ああ、届かんやった。よし、まあ彼はココナッツを追いかけている。多分こっちに行ってカエルが出てくると大変なことになるはず。違う、お、開いた。ん、なんだ、カエルだ。隠れていった。おー、向かっていくぞ。なに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 、何してるの。はい、ちょっとヒントボックス見よう。あー、カエルを探してる。意外と暴れないな。モンスタースイングフロガー、わーい、もうインテラスティングだ。ココナッツ、うん、ココナッツよりカエルの方が気になるんだね。Have you noticed these gears? うん、ギアがある。あ、それを使えと。じゃあカエルに気を取られちゃうと、もうココナッツで誘導することはできなくなるっていう感じだね。うん、なんだ、そんな暴れないじゃん。お、あ、ごめん。おとなしいじゃん。思ったよりも。なんだ。あ、おやすみ。あ、そっちもギアがあるね。よし、ちょっと飛ばせていただくよ。ぴょーん。オッケー。そこに連れてこいっていう感じだね、怪物くんを。あそこも気になるけど、もう過ぎたところだよね。あ、またカエルが気になりだしたね。まあ、ココナッツをそこの四角に置いた上で、うん、カエルをなんとかしないといけないんだね。上か。そこはまだ黒いもんね、このねじ巻きは。使えないね。じゃあこのはしごを登って、あ、そんなところにギアが。はい、おお、わ、本みたいな開き方をした。で、よしよし。で、そっち側だね。よいしょ。これでまたカエルを。おお。そんなところに降りて、え、カエルを。フロックスピックゼンアップ、はドロップゼン、うん。Them on walls to make them disappear. え？
Why don't you perfect your aim with a bullseye on the wall? わかった。あれに向かって投げてみる。カエルなんてなかったことにすればいいんだっていう。あれ？あれ？ひどい。こんな可愛らしいカエルを壁にぶつけてなかったことにすると。ああ、場所はどこでもいいんだね。自責のロックを解除できたけど。よしよし、ありがとう。あ、眠くなった。おとなしいじゃん、怪物くん。うわー、広くなったね、随分と。おやすみ。で、寝たということはジャンプしろってことよね、多分。あれ？そういうわけではない？あそこにギアがある。ほい、ここに怪物を持ってこいということだね。ココナッツはあるかな、どっか。これは見たっけ。ああ、カエルのやつね。登ってみようか。一回登ってみて、ココナッツがあればいいんだけど。あ、カエルがいるじゃん。これをとりあえず押すでしょ。あ、カエルでおびき寄せだ。なるほど、ここにカエルを連れてくればいいんだな、きっと。カエル、なるほど、カエルでもおびき寄せられるか。そう考えると、よしよしよし。かわいいね。うんうんうん、そっちに行けるようになった。あれ、行けるようにはなってない。そっち登れる？あ、こっちから行けるかな。あ、お腹空いてきた。こっからジャンプしてって、うんうんうん、オッケー。初めて。あららららら、あ、カエル、大量のカエルが出てきた。あー、大変だ大変だ。あ、カエル食べたら暴れるんじゃない、ひょっとして。うわ、やばい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 、なんちゅうこと。そういうことか、気になるだけじゃなくて襲ってくる。そういう、暴れるって食べたらか、怖っ。どうしようどうしよう、こっち側か。ほい。すみません、サイレンが鳴り出した。うわ、うわわ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 わ、使える。オッケー。あ、捕まえた。これは？あー、上に登れるようになったんだ。ほうほうほう、こういう風に触っていくのね。で、反対側にも、こっち側にもなんかあるから、こっちに寄せる、寄せる。そういうことだったのね、この黒い。おいでおいで。あ、ダメ。おいでおいで。よし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 よ
り怖くなくてよかった。食らっても大丈夫だ。死んじゃったりはしない。やばい、それで見に行かないといけない。それ来い来い。よしよし、いざいぞ。えい、よし、箱を集め、逃げられる。これ急げ急げ急げ。神聖化するんだろう。あ、このブルーオーブでココナッツ、これどうぞ。うん、こうなってる時は青いココナッツに惹かれるんだね。あ、カエルが出てった。あー、お疲れ様。和服がボロボロになってるじゃん。余計食いこ焦げてる。ダメっぽいね。でね、スシロー。うん。セボタセドソアディラマ。カーズ。え、なになに。こんなの、この女の子はこの子を嫌いじゃなさそうだよね。下に下げられちゃった。あ、でまた過去に、過去のことを思い出すの。さらに先に進んでるね。お父さんが外に出てる。車の、やっぱりさ、このモンスターってお父さんを表してるんじゃないかな。普段はおっとりしてて優しいんだけど、たまにああやって怖いことになったりして、うん、怖がってるね。で、煙が出てるんだよね。大丈夫だよ、うん、僕が守るから。煙が出てたな。なんか薬とかなのかな。タマエムドファハパオパポさ、ムエ、なんでレオナファソラヤ cannot control himself。 自分をコントロールできないんだよ。うん、あ、でも直せるよ。アセボパソラスオパポ。うん、僕にしか直せないの。アマイエタオチャマン。うん、レアイテダラフ。うん、助けてくれるよ。この助けてくれるらしい、この子が。ソさん、バイバイって。うん、大丈夫だよ。一緒になんとかしよう。僕たちならなんとかなるよ、できるよ。自分を制御することができないんだね。じゃあそっち行こうか。あの女の子が手伝ってくれるらしいです。ヒントをくれるらしいです、この子を制御できるように。で、この怪物も手伝ってくれるという話をしてましたね。では霧のいいところまで行きましたので、ちょっと長くなってしまいましたが、ありがとうございました。